まず、はい、アルディージャのマスコット、はい、知ってますか？知ってますよ。知ってるアルディ君ね。アルディ君を色紙に書いてください、はい、それでその横に力のサインを書くスペースも残してえぇ、ー、記憶を頼りに。リスやろ。そこからリスやんな。ちょっと待って。ダメダメ。記憶を頼る。ない。記憶を頼る。どっかアルディもいない。横向き？いやもうお好きにどうぞ。俺ほんまええだよねんて。紙入ってたな。全くわからへんねんけど。これずっと飛んの。ちょっと待って。髪生えてたよな。なんかこう羽が、羽じゃないよ。耳があるよな。なんかこう髪生えてなかったっけ。あ、違う。もうちゃうわ。もうちゃうわ。てか目がでかかったと思うんだよ。こう。髪が入ってなかったけど。絶対ちゃうやん、これ。アルディ君ちゃうん、これ。首とかあんのかな。こう。ユニフォームやろ。こういうね、こういうね、なんかこうカチャカチャって今年のユニフォームってこうシャッシャッシャだよね。どこも。きついわこれ、あきさん。今年のユニフォーム俺イメージが分からなくなってきた。今年のユニフォームってこうだっけ。はい。完成。完成です。これが本物だから。あー惜しい。惜しい。目がでかい。惜しい。髪生えてる。あーこうね。あーあーなるほど。あー全然違う。目がでかいっていうの俺も覚えてたよな。あービーバーね。ビーバーね。足しちゃダメ。足しちゃダメ。いいよいいよ。足して足して。こうビーバーでしょ。ビーバービーバービーバー。尻尾も尻尾もある。尻尾、あ、ちょっとらしくなってきた、らしくなってきたね。あの赤ももう無理や。もう無理や。 OK よし、はい、完璧じゃないですか。あれでいこう。いいよ、いいよ、いいんじゃない。アルディ君って言っちゃっていいのかな。アルディ君です。え、俺ほんと動くないんだよ。絶対ダメだ。あかん、恥さらしや。5月1日はファミリージョインズデーです。皆さんゴールデンウィークはね、ぜひとも家族揃ってナックファイブスタジアムに足を運んできてください。当日はですね、ベーゴマだとか輪投げだとか昔の子供遊びがたくさん用意されてますので、ぜひともそちらもお楽しみに、来てほしいなと思います。
待ってます。はい。